こんにちは、横浜国立大学フォーミュラプロジェクトです私たちは例年に引き続き総合優勝を目標としてこの1年間活動に打ち込んでまいりました3月にシェイクダウンを達成するなど順調にマシンの走行を重ねてきましたがコスト審査の書類選考落ちもありなかなか大会では思うように得点を伸ばすことができませんでしたしかしながらメンバーみんなの頑張りによって今年は5年ぶりのデザインファイナル進出また 3年連続のエンデュランス完走ということで非常に納得した結果だったと思います来年はこれをベースにしてこれ以上の結果を残すように後輩のみんなには頑張ってもらいたいと思います来年は優勝するぞ